はい、それでは6月4日の3問に入ります。法定共用部分は区分所有者全員の共有の登記を行わなければ第三者に対抗することができない、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、こちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えはこれ×ですね。そもそも法定共用部分ってどんな部分か理解できていますでしょうか。例えばエレベーターとかエントランスとか階段とかですね、これらは法定共用部分って呼ばれるものなんですけども、登記しないんですね。まあ、登記しないっていうか登記できないんですよ。つまりもう登記しなかったとしても、これはもう第三者に対抗することがもうできるんですね。一方、法定共用部分と対比する言葉として規約共用部分っていうのがあります。で、規約共用部分っていうのは会議室とかですね、もともと会議室って部屋じゃないですか。部屋なので専有部分なんですが、それを規約によって共用部分に変更することができるんですね。つまり専有部分だけれども会議室にして共用部分にすると、それが規約共用部分っていうんですけども、これについては登記をしないと対抗できませんので注意してください。で、続いて問いに入っていくんですけども、その前にまだチャンネル登録していない方はこの動画の下のチャンネル登録ボタンクリックしていただいて、チャンネル登録していただければと思います。で、チャンネル登録の隣にベルのボタンあります。で、これは押していただくと、私が新しい動画を公開したら自動で通知が来るような設定なんですね。なので、新しい動画アップした時に新しい情報を見たいという方は、こちらのベルのボタンですね。チャンネル登録の隣のベルのボタンもクリックしていただければと思います。で、問い2です。A の所有する商業ビルを賃借している B が、フロアごとに不特定多数のものに反復継続して転貸する場合、A と B は免許を受ける必要はない、丸か×かという問題です。で、これ答えは、これ丸ですね。まず A さんっていうのは商業ビルを B さんに貸してるんですよね。 A の所有する商業ビルを賃借している B なので、借りているのは B さんなので、 A さんは所有者で B さんに貸してます。だから A さん貸主、 B さんは借り主ですね。で、この借り主 B がフロアごとに不特定多数のものに反復継続して転貸する、また貸しするということなので、 B さんは借り主でありながら、かつ転貸主でもあると、また貸しをしている貸主だという話です。で、この場合 A も B も免許を受ける必要はありません。A は貸主で、 B は転貸主、まあ借主かつ転貸主ですよね。で、この貸したり借りたりする行為っていうのはどちらも取引に該当しないんですね。なので A も B も免許不要だということです。で、まあこれだけ覚えておけば解ける問題なんですけども、きっちり理解するにはこれだけでは全然不十分なんですね。免許が必要か不要か考える上での考える流れっていうのがあるんですけども、それを理解していたら免許の要否の問題は必ず解けます。で、この考え方、考える流れっていうものが頭に入っていないと引っ掛け問題で失点しちゃいます。で、今回の問題で言うと、貸主 A さんっていうのは免許、今回の場合で言ったら免許不要なんですけども、少し問題を変えるだけで A さんが免許が必要っていう答えにすることも可能なんですね。ちょっと一文加えたりとかすると、それで答え変わってきちゃったりするんですよ。なので、そういった引っ掛け問題に対応するためにもちゃんと理解をするというところがすごく必要になってきます。だから今年絶対合格したいって方はちゃんと理解学習を実践するってことですね。つまり今回の問題で言ったら分かりやすいです。考え方ですね。ここをちゃんと頭に入れるってことが重要です。で、この考え方については短期講座でお伝えしておりますので、この考え方知りたいと、この免許の要否って絶対特定しなきゃいけない部分なんで、こういったところで失点したくない。またね、他の部分でもちゃんと特定しなければいけない部分たくさんありますので、まあそういったところもちゃんと知りたいというのであれば、ぜひ短期集中実力アップ講座ご検討ください。今からであっても十分合格できますので、あなたの受講をお待ちしております。短期講座についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ご確認いただければと思います。で、問い3です。宅地造成工事規制区域内において、切り戸であって、当該切り戸をする土地の面積が400平米で、かつ高さ1メートルの崖を生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、都市計画法第29条第1項または第2項の許可を受けて行われる、当該許可の内容に適合した工事を除き、知事の許可を受けなければならない、丸か×かという問題です。答えは、切り戸の面積が400平米で高さ1メートルの崖なので、
許可いらないですね。宅地造成工事の許可というものはいりません。なので、誤りになると。許可を受けなければならないとなっていますので、これは誤りですね。切り戸の場合っていうのは、切り戸をした土地の部分に、高さ2メートルを超える崖が生じる場合、または、切り戸の面積、これが500平米を超える場合、まあ、どちらか一方を満たしたら、これは宅地造成工事の許可が必要になってくるんですね。で今回は400平米と1メートルなので、これどっちも満たさないわけです。だから、宅地造成工事の許可は不要だということになります。で、今回の問題文、このね、何々を除きですね。このあたりちょっと苦手とする方多いんですよね。で、何度かお伝えしてると思うんですけども、宅建に合格する上で一番重要なことっていうのは、この問題文を理解するっていうことなんですよ。つまり、ここの部分がどういうことを示しているのかっていうのをちゃんと理解するってことがすごく重要になってくるんですね。で、まぁ、ちょっとこの点については、長くなりますので、短期講座の受講者様のみお伝えさせていただきたいと思います。こういった部分をちゃんと理解すると、この問題文を理解できるようになってきて、本試験でも初めて見る問題もわかるようになってきますので、ぜひですね、ちゃんと問題文を理解するってことに焦点を当てて、勉強を進めていきましょう。で、問題文の理解の仕方、わからない方だったり、問題文理解するの苦手だなという方は、ぜひ短期講座ご検討ください。今年の合格目指して、一緒に頑張っていきましょう。レトスの小野でした。